くで、これ上からですね、見とけ見とけ見とけ、ここ行くか、そこに行くか、そこどこ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 、こっちやな、そこら辺か、そこら辺っぽいね。よし行きましょう。倉庫入りたいな。下もですか、下もですか、あの人別のとこを降りてくだろう、向こうの家入ってくれるだろう。いや、いけ、はぁ待ってや、ああもう貪欲に取ってきますわ、1キルを。俺今リュック背負ってるから。リュック背負ってるから、こう一発の一発のね、この重みがちっちゃうから大丈夫。ウエイトが今ちょっと上がって、あっ、バカ大丈夫か、大丈夫か、おい仲間が倒されたぞ。これも取ったわ。あ、もうとんかつ取りました。ありがとうございます。ありがとうございます。とんかつ取りました。これもうありがとうございます。です。もう行きましたわ。ほらもう競合他社がいないもん。周り。ほら見て。完璧よこれ。なんか上をフラフラうろついてる人がいますけども。ああもうもう。蹴散らせばいいんでしょ。蹴散らせば。どこ行った？ほっ。まずこの家入ってくでしょ。でここでショットガンを見つけるわけですよ。もう台本はできてますから、私の中で。ここでショットガンを見つけるわけです。まあリボルバーも拾うんですけどね。よしよし。まあリボルバーさえあればもう十分ですわな。ショットガンも見つけるんだけどね。やべ。ちょ、待て。1キルが欲しい。1キルが。ここで降りるんですよ。降りるんですよ。もうどこに降りるかはその時のあの気分で決めます。もうなんかこうマップになんかこうねマークつけてそこに降りるとかじゃなくて、その時の気分だ。ここに降りるふりして向こうに降りるからこう翻弄させていくパターンですよ。敵を翻弄させていくんですよ。およっと、あいつ急に方向変わったけども、あいつなんか持ってんじゃねえかみたいな、あいつになんか何か魅力を感じるみたいなね、あいつやるんじゃねえか今回っていう、そういうところ見せつつね、ちょっとズボンも履いてもうドンカツ取りますから、格好もねいい格好をしつつ、あ、シャツなんか着て清楚に行きましょう。でここに入るとね、こう包帯が落っこしてるんですよ。ほらね、エナジードリンク、シリュー弾
7.6 人も拾っておきましょうか。あ、ストライプのシャツにしますか。あー、いいですね。グワッと開きますか。あー、ほらバックパックありますやん。これショットガンもある。これショットガンも取っときましょう。ダブルバレル、私のね大好きなダブルバレルですから、当たらないでおなじみのダブルバレルですよ。強いのはね分かってますから、ダブルバレルが強いっていうのは分かってますよ。僕だってバカじゃないから、バカじゃないから分かってんだけどさ、いい、強いのは、うん、強いのは分かってる当たればの話だけどね、それは。当たらないんだから、持ってるのもちょっと申し訳ない。ショットガンに逆に申し訳なくなってくる、ダブルバレルさんに。あ、来た来た来た来ましたね。これもアサルト来たらもうこっちのもんですよ。これはもう行ったんじゃないですか。なんだろう、今日はね勢いが違う、結構勢いが違うぞ。なんか恐れていない、出す出す、この男らしさ、頼りがいのあるこの男らしさよ。何も恐れず前だけを見る、前だけを見て突っ走っていく、これぞペコの中のペコ。ここ入っていきますか、チラッとチラッと入っていきますか。下車、さっヘルメットが欲しいな。今のこの被ってるヘルメットでもいいんだよ。レベル2とかレベル3のヘルメットよりもさ、このサイズ感はすごいいいんだけど、やっぱり欲しいよね、ちょっとでもいいやつ持っときたいじゃん。フィット感はやっぱねレベル1のヘルメットが一番こう安心感があるんですよね。こうスッとこうスッスッとこうぴったりなる感じ、顎ひももそこまでこのギュッて締められないこの繊維を使ってる感じ。いやー、いるぞ。おい、んなこと言ってる場合じゃねえな、おい。バレたか、見とけペコの真骨頂、見とけね。あれどこ行った、待て待て、さあれどこ行った、ええどこ行ったん、どこ行った、すげえ怖えんだけど。いたよね、いたよね今ね。